ちらのトラック館が避難所となっています。あちらに見えますようにパークコーデなども設置されていまして、こうした避難所が5カ所ほど用意されているということです。現地の厳しい現実を丸岡キャスターが取材しました。いやー